ディラ、首都を離れてからなんだか表情が暗いですね。そんなことはありません。姫様にお仕えできることは騎士にとって光栄なことです。ティラさんは華やかな都会を離れてラテブラみたいな田舎に行くのが嫌なんですよね。ジェローム、余計なことを言っていないで道案内しろ。へえ、ごめんなさい。私のせいで皆さんに苦労をかけてしまって。とんでもありません。王家に仕えることは騎士にとって名誉であり義務です。それが王位継承者の巡礼の旅の警護となればなおさらです。タマゲリアの伝統儀式巡礼の旅、私に成し遂げられるか不安です。旅自体は廃墟の古城に行くだけですので大きな心配はいらないでしょう。でも私なんかに王位の座を受け継ぐ資格があるのでしょうか。姫様は着当の王位継承者です。それに対して不満を抱く者は反逆罪に問われます。心配いらないですよ姫様。おバカな貴族たちは誰が君主になろうとお構いなしです。みんな自分たちのことしか頭にないですから。ジェローム、むやみに貴族を罵倒するんじゃない。書記官ならそれに見合った言動をしろ。お前の言動一つ一つが姫様に害を与えかねない。へん、僕たち以外誰も聞いてないんだから別にいいじゃないですか。こいつ、二人とも喧嘩しないでください。ごめんなさい姫様。でもティラさんが。姫様の言うことに従わないか、ジェロム。失礼いたしました姫様。いいえ、気にしないで。それから旅の間は姫と呼ぶのは控えてください。承知いたしましたアリア姫。ティラ。ラテブラまであとどのくらいでしょうか。闇が深まる前には到着したいですね。だんだん日も落ちてきているようです。心配いりません。地図によればあともう少し。うわっ、二人とも怪我はないですか。ちょうど茂みに落ちたおかげで大丈夫でした。アリア様こそお怪我はございませんか。私も大丈夫です。このトーテムは一体何でしょうか。わかりません。訓練済みの軍馬が驚いて逃げ出すほどの異様さですね。なんだか見ているだけでゾクゾクします。この模様どこかで見た覚えがあります。何かの罠かもしれません。ひとまずここを離れましょう。そうですね。うん、はい。ああ、ああ、はい。
それは…あの…はあ…おい、それは、敵です。ああ、かしこまりました。さあ、わかりました、私の番ですね。やっ！アリア様を狙う者は誰だ？砕けろ！塵となる！私の番ですね。我らの盾が砕けろ。粉々に砕けて灰となる。さすがです、アリア様。苦しい戦闘でした。素晴らしい腕前です。さすがアリア様。人の気配がします。誰かに見られているようです。誰だ？命が惜しければ姿を見せろ。わかりました。その服装はレンジャー？こんなところで何をしている？はじめまして。私はラテブラのレンジャー、イヴァン。森の巡回をしているところでした。皆さんは首都からいらした方々ですね。どうしてそれを？騎士の方の胸のバッジを見て分かりました。ところで、首都の騎士がこんなところまで何のご用で？なら話が早いな。こちらはアリア姫だ。王家への礼儀をわきまえるように。姫？ディラ、姫と呼ばないでと言ったはずです。もう、巡礼の旅をしているアリアと申します。どうぞよろしくお願いします。僕は書記官のジェロムです。姫にチビ書記官まで。一体何が何だか。ゆっくり理解してもらって構わないが、我々は先を急いでいる。町まで案内を頼みたい。ここ。わかりました。北東の方に進むと森の出口があります。何かありそうですね。一度通った場所でも油断はなりません。鳥さんの声が聞こえますね。アリア様、何かが怪しいです。周辺を調査いたします。一度通った場所でも油断はなりません。え？ふん。
攻勢に突入します。私にまかっノッキング完了です。隙あり。アリア様を狙う者は誰だ。逃げ場はない。私の番ですか。敵を制圧しました。ターゲットを捕らえました。百発百中。アリア様をね、逃げ場はない。私のパッ、敵を制圧しました。私たちの勝利です。私強くなりました。おかげで強くなりました。一等級に昇進ですね。わかりました。それは？アリア様、こちらです。皆さん、頑張ってくださり、ありがとうございます。うわぁ、ついに到着したみたいです。ここが…私たちの目指していた。まあ別に華やかな街を期待してきたわけではないからな。小さいですけど美しい街ですね。申し訳ございません。とんでもありません。大げさにすることありませんもの。まずはタイラー領主にご挨拶に伺いたいと思います。領主様はどちらにいらっしゃるのでしょうか。それが。わかりました。お世話になりました、イヴァンさん。それでは邸宅へ向かいましょう。ようこそいらっしゃいました。私は執事のスティーブンと申します。タイラー領主にご挨拶に参りました。タイラー様は今は誰とも会いたくないとおっしゃっております。ですので住民との面会は当面お断りいたしております。この方はタマゲリアの姫アリア様だ。姫の申し出を断るならそれなりの理由を述べるのが礼儀というもの。アリア姫様、これは失礼をいたしました。私としたことが姫様に気づかないとは。いいえ、先に身分を明かさなかったのは私の方ですから。それで領主様はどちらに。
実はタイラー様は姿を消されました。え、それはどういうことですか？詳しいことは私にも分かりません。3日前に突然姿を消したきり、何の音沙汰もないのです。行方不明ってことですか？もしそうなら緊急事態じゃないですか？家の中に抵抗や争った形跡は残っていないため、しばらくどこかへお出かけになられた可能性もございます。唯一この奇妙な模様が描かれたメモだけが残されていました。この模様は？この模様が何かご存知なのですか？森で見たトーテムの模様と同じですね。なぜこの模様がここに？これは一体どういうことでしょう？まさかタイラー様に何か良くないことが起きているのでは？タイラー様が失踪した事実は村人たちの混乱を招かぬようまだ公にしておりません。心配なさらないで、スティーブンさん。今は無事であることを祈るしかありません。私たちも村を回って何か手がかりはないか探してみます。ありがとうございます、アリア様。助けが必要になりましたらいつ。漁師様が失踪だなんて。それにあの模様、確かに怪しい事件ではありますが、あくまで我々の旅の目的は巡礼であり、失踪事件の解決ではありません。この問題に目をつぶり巡礼の旅を続けるのは旅の目的に反します。旅、申し訳ございません。私の考えが足りませんでした。ならばあのトーテムをもう一度調査する必要があります。今はそうですね、二人だけで行動するのは危険です。護衛兵をつけましょう。護衛兵と？村には常駐の傭兵がいるはずです。普段は酒場でそれぞれの任務を果たしています。王の名で徴収すれば問題ないでしょう。徴収ですか？戦争ではありませんし、報酬を払って彼らを雇用するのはいかがでしょう？その通りですね。ティラさん、今日はミスしてばっかりですね。ジェロム、お前は村に戻って訪問者の記録とタイラーの形跡を調査しておけ。僕に八つ当たりしないでください。ティラ、あまりジェロムに強く当たらないであげて。私はそれが不満です。いくら優れた才能を持っているとはいえ、どうしてあんな子供を。陛下にもそれなりのお考えがあったのでしょう。それでは酒場へ向かいましょうか。お待ちしておりました、アリア様。何をお手、アリア様のために邸宅はいつでも開放してあります。いらっしゃい。どこでも空いてる席へどうぞ。おや、見慣れないお顔ですね。ラッ、はい、私はアリア。こちらはティラ卿です。首都から巡礼の旅でやってきました。そうでしたか。首都からの道中お疲れ様でした。ところでアリアさんと言ったかな？こちらはタマゲリアのティラ。会う人すべてに挨拶をしていてはキリがありません。必要な時にだけ身分を明らかにするようにしてください。承知いたしました。傭兵を雇いたいんだが、誰と話せばいい？傭兵とは、不老の冒険家たちはこのラテブラの常連です。この近くの森を調査する間、私たちを守ってくださる護衛兵を探しているのです。護衛なら難しい仕事ではないですね。あちらの壁に雇用できる英雄リストが載った掲示板があります。掲示板ですか？わか、
たちも揃ったことですし、早速出発しましょう。ちょっと待ってください。僕を置いていく気ですか？ジェロム、さっき記録を整理しておけと言ったはず。そんなのとっくに終わりました。あんなの朝飯前です。適当にやっていたらどうなるか分かっているな。僕の辞書に適当なんてこと。さすが。じゃあその前に装備と消耗品の準備をした方がいいでしょう。村の鍛冶屋に寄ってから行きましょう。失礼します。どなたかお店の方はいらっしゃいませんか？私がこの店の主、エマだ。お嬢さんがこんなとこへ何の用だい？この方はタマゲリアの姫アリア様だ。王家への礼儀をわきまえるように。ティラ姫。ああ、言われてみればパトリック王の若い頃に似ている気もするような。陛下の若い頃、陛下とお知り合いなのですか？昔、パトリック王が王位の座に着く前、このラテブラに寄ったことがあって、その時に一度お会いしたことがあるのさ。それはもう40年以上も前の話のはずだが。ああ、キッさんの言う通り、はるか昔の話だ。大したことじゃない。気にするな。私たち、巡礼の旅の途中。巡礼の旅か。姫様を陛下と呼ぶ日も、そう遠くないかもね。村の外の森を探検するのに必要な装備を探しているんです。それなら、モンスターたちと戦うための武器と防御装備が必要だね。どうした、リア姫。必要なものは何でもいいな。
の材料が必要なのに。早く出発しましょうよ。失礼します。お店、ここは変わったものが多いですね。カーリー、むやみに触るんじゃない。え、子供のくせに盗みを働くとは、こんな不届き者め。うわー、話してください。落ち着いてください。誰じゃお前は。この泥棒の仲間か。私たちは首都から来た旅人です。首都じゃと。おー、やっと来たか。まったく、これだから田舎暮らしは不便なのじゃ。物を受け取るのにこんなにも時間がかかるとはな。え、何を突っ立っておる。先月頼んだ薬を持ってきたんじゃないのか。我々は配達人ではない。おお、これは失礼した。こんな田舎まで観光に来るとは。都会の人間は何を考えておるのか、さっぱりじゃ。我々は観光客でもない、巡礼の旅を。何を言ってもダメそうですね。要件だけ伝えましょう。森を探検するのに必要なものを探しています。そうかそうか。錬金術師都会。本当にこの老人を信用して大丈夫なのでしょうか。さあさあ、何をしておる。早く品物を見に行かんか。ゆっくり休んでください。どこでも好きな席へどうぞ。アリア様のために邸宅はいつでも開放してある。任務開始です。アリア様、私のそばから離れないでください。ああ、はい。うん。あ、うん。わかりました。うん。アリア様、少し休んでから行きましょう。うん、敵です。私の番ですね。やっ、私の番ですね。ほい、死ね人間。我らの盾が城壁となり、砕けろ。この時を待っていました。それ。お
と遊ぼう。死ね。死ね。私の番ですね。やっ！私の番ですね。よった！死ね、人間！アリア様を狙う者は誰だ？私の番ですね。はっ。僕と遊ぼう。死ね。死ね、人間！私に任せてください。やっ！私の番ですね。これで元気出してください。よった！死ね。アリア様を狙う者は砕けろ。強いな。粉々に砕けて灰となれ。ダメ。皆さん、元気出してください。なんかある。一度通った場所でも油断はなりません。鳥さんの声が聞こえますね。何かありそうですね。あれ、ここはさっき来ませんでしたか？リスがいた。おかしいですね。本当だ、なくなっちゃいましたね。森の奥へ続く足跡があります。トーテムを持ち去った者の足跡でしょう。私たちに残された手がかりはこれしかありません。眠い。アリア様、何かが怪しいです。周辺を調査いたします。来た道を戻ることも大切です。敵の襲撃です。私に任せてください。はっ。私の番ですね。ほい、食材ゲット。アリア様を狙う者は誰だ？砕けろ。私の番ですね。それ。僕と遊ぼう。死ね。私の番ですね。やっ！私の番です。ほい、ギコギコ。勝ったね。鳥さんの声が聞こえますね。何かありそうですね。宝物だ。
前に来た。つまんない。眠い。寝る。アリア様、何かが怪しいです。周辺を調査いたします。あそこに誰かいます。数が多いですね。ひとまず隠れて様子を見ましょう。みんな同じ仮面をかぶってますよ。なんだか嫌な予感がする。ご報告に参りました、ベイル様。なんだ。すべて計画通りに進んでいます。しかし設置場所の一つが旅人らに見つかったため。旅人？なぜ始末しなかった？それがただの旅人ではなく、その中に騎士がおりましたゆえ。騎士でも何でも数の力で押し倒せば叶う者はいないはず。お前たちの薄っぺらい信仰心、アクサム様も失望されることだろう。アクサム？俺たちは大義のために動いていることを忘れるな。その大義のためなら多少の犠牲は避けられない。承知いたしました。何をしている人たちですかね。静かにしろ、ジェロム。愚かな奴ら。何？気づかれてしまったみたいです。俺はアクサム様のところへ報告に向かう。あいつらはお前らで処理しておけ。お任せください、ベイル様。仕方ありません。戦闘のご準備を。私の番ですね。滅亡の日だ。滅亡の日だ。滅亡の日だ。懺悔しろ。そして昇天の道を歩むのだ。ご飯の時間ですよ。よった。アリア様を狙う者は誰だ。砕けろ。あの方が塵となる。いらっしゃるだろう。それ。僕と遊ぼう。死ね。私に任せてください。あの方の降臨だ。あの方の降臨だ。懺悔しろ。そして昇天の道を歩むのだ。よった。あの方が食材でアリア様を狙う者は誰だ。逃げ場はない。私の番ですね。それ。僕の番だ。はい、これ。私の番ですね。滅亡の日だ。懺悔しろ。そして昇天の道を歩むのだ。私の番来い。あの方が食材でアリア様を狙う者は誰だ。逃げ場はない。私を粉々に砕けて灰となれ。さすがです、アリア様。ひとまず片付いたな。みんな同じ服に同じ模様が描かれた仮面をつけています。何かの傭兵集団でしょうか。他に特に変わった特徴はないな。さっきの会話からしてトーテムは彼らが設置したことに間違いありません。でも何のためにトーテムなんか立てたんでしょう。それにさっきのアクサムという人物は一体。わかりません。ある程度勢力を持った者なら村に戻って彼らの服と仮面を詳しく調べる必要がありそうです。そうですね。それでは
村へ戻りましょう。皆さん、頑張ってくださりありがとうございます。イヴァンさん、近くの森で怪しい者たちを発見した。この服と仮面をかぶっていたんだが。それが彼らの会話からして何らかの組織であることは間違いなさそうです。ふん。イヴァンさんもですか？実は私もどこかで見たような気がしたのです。エマさんってあのタフなおばあちゃんですね。ジェロム、その言い方は失礼。それが、わかりました。エマさんを探しに行きましょう。アリア様、ご命令を。エマさんはいらっしゃいますか？いらっしゃい。ずいぶん早く調査が終わったようだね。それが森でこのような服と仮面をかぶった怪しい集団と遭遇したのですが。これはまさか。そんなはずは。お、これが何か知っているのか？これは教団の象徴さ。教団ですか？お前たち、マリュー・エニアリオスのことは知っているの？はい。陛下が数十年前に倒した竜のことですね。その英雄団はタマゲリアの国民なら。マリューが生きていた当時、そいつを神的存在として崇めていた集団がいた。教団はマリューの破壊行為を恐れるどころか、それを奇跡だと称え、世界の滅亡を望んでいた。この模様はその教団の象徴。マリューが死んでから教団は崩壊して完全に消え去ったと思っていたのだが。数十年も前の話なのに、今になってまた活動を再開したということですか？おそらくそうだろう。どうして再び姿を現したのかはわからないが。彼らは旅人を襲撃しようとしていました。しかし、わざわざ旅人を襲うためだけに集まったとは思えない。彼らは仮面と同じ模様が描かれたトーテムを設置しているようでした。集団の中にはベイルというリーダーらしき人物がいて。ベイルとアクサム、初めて聞く名前だね。トーテムの設置。奴らの目的が何であれ、こんな不道理な集団を放っておくわけにはいきません。でも私たちには何の手がかりもありません。巨木の森に以前教団が集まっていた指導がある。わかりました。ありがとうございます。どういたしまして。ではエマさんがおっしゃっていた場所へ向かいましょう。ああ、村を出る前に。はい。酒場によって村人たちに話しかけてみるといい。何か他の手がかりが得られるかもしれない。わかりました。教団か。早く新しいレシピを試したい。うん。はい。マークさんが紹介してくださった英雄のおかげで無事。そんな時間はない。我々は教団について情報を集めているんだ。そんな。そうだ、何か知っているのか？いえ。
はあ。何？それは。はあ。たのに今日はミサがあるみたいですね。礼拝堂では静粛に。ここは神聖な場所です。ごめんなさい。神父様ですか？ラテブラ教区担当の神父ルーカスと申します。初めて拝見するお方ですね。こちらはタマゲリアの王位継承者アリア姫でおられます。私は姫の護衛騎士ティラと申します。アリア姫、このラテブラにいらっしゃったということは巡礼の旅でいらしたようですね。首都からの道中お疲れ様でした。お会いできて光栄です、神父様。巡礼の旅を進めるには神のご加護が必要となるでしょう。神父様のご厚意に感謝いたします。ところでティラさんは神父様に対してなんでそんなに礼儀正しいんですか？騎士団と教会はもともと一体だった。神父様は規律上私より高い役職でいらっしゃる。ああ、階級の問題だったんですね。階級秩序こそタマゲリアと騎士団存続の基盤だ。雑談なら外でなさってください。もう一度申し上げますが礼拝堂では静粛に願います。申し訳ございません神父様。でもやっぱり礼拝堂はお昼寝にぴったりな場所ですよね。ジェローム、お前はなんて不謹慎なことを。お祈りくださりありがとうございます。何か飲みますか？それとも助けが必要でしたら、アリア様のために邸宅はいつでも開放してあります。どうしたアリア姫、必要なものは何でもいいな。つま